5号艇山田浩二選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。改めて準優勝戦を終えての船足の仕上がりいかがでしょうか。伸びを中心に、結構いい仕上がりだと思います。今節も節間を通してずっといい状態キープされていますか。そうですね、まあ、日に日に良くなってきてるかなっていう感じはしてます。まあ、では伸びに関してはもう間違いなく上位クラスだと思います。またスタートとしては今節いかがでしょうか。ダッシュはあまり見えてないですね。はい、ではもうそこが一番課題になりますかね。そうですね、そこを全速でいければ、楽しみあると思いますし、まあ、うちにスタート行く菊池さんいるんで、はい、楽しみだと思います。なるほど。展開つくような動きというのはいかがでしょう。昨日安定板ついた時の方がその辺はしっかりしてたのかなって感じがするんですけど、まあはあると思います。それでは自身 G1 初優勝を目指してというところになりますよね。はい、最後にでは意気込みをお願いいたします。大村大好きなんでしっかり結果残して帰りたいと思います。明日も応援の方よろしくお願いします。